今入っている最新情報ですまずは避難情報から見ていきます県内には午後5時半時点で赤で染まった13の市町村に避難指示紫で染まった21の市町村に高齢者等避難が出されています続いて交通への影響です九州新幹線は熊本から鹿児島中央の間で今夜から運休、明日は始発から運転見合わせです 熊本から博多の間も明日の午前8時ごろから終日運転見合わせとなっています。そして県内ご覧の5つのバス会社は明日と明後日すべての路線バスと高速バスを運休します。施設の閉鎖なども決まっています。熊本市役所は明日と明後日の2日間窓口業務を閉鎖し熊本城など市が所有する施設も閉鎖します。また家庭ごみの収集も お休みとなっています。はい、市内,でいす市内全域で中止です。はい、また、熊本市立の小中学校、そして青葉支援学校。合わせて、135校は、明日とあさっての2日間、臨時休校します。そして、熊本市を除く県内の学校では、明日。 公立幼稚園と小中学校、高校と特別支援学校の合わせて、三百五十一校が休校です。また、あさっては三百七十七校が休校します。そして、生活に身近な商業施設の状況です。熊本市の鶴屋百貨店アム・ピュラザ熊本は、あすとあさっての休館が決まっています。そして、県内の主なスーパーです。 え、鮮度市場は明日と明後日全店で臨時休業を決定しました。夢マートは明日、天草地方、人吉、熊地方で休業です。また、マックスバリュー、岩崎エース、ドラッグストア、コスモスは現時点で営業時間の変更はありません。ただ、台風の状況によって対応が変わる可能性がありますので、それぞれのウェブサイトを確認してください。